はい、皆さんこんにちはでございます。ということで今日はパソコンゲームリーサルリーグブリースを実況していこうかなと思います。よろしくお願いします。このゲーム、対戦アクションゲームなんですけども、簡単に言えば野球とスマッシュブラザーズをかけたような、ざっくり言えばで、何回か遊んでみたんですけど、これめちゃめちゃおもろいし爽快感があって、基本操作はすごく簡単なんですよ。なんですけどすごい爽快感とかが、対戦も熱いので、これね流行ればめっちゃおもろいかな。ちょっとね、今日本であんまりプレイされてる方が少ないのかなと思うんで、オンラインがあんまり合わないんですけども、まあこれを見てね楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。で、簡単にこのゲームを紹介するんで、ちょっとトレーニングモードをやらさせていただきます。トレーニングモードどこだったっけ、まだ始めたばっかりなんで、私のことが合ってるかどうかもちょっとあれかもしれませんが、やっていきましょう。はい。で、基本的なゲーム内容なんですけども、これ最大4人まで戦えるチームバトルもあるんですけども、基本は1対1で、このボールを相手に当てるっていう単純なゲームなんですよね。で、操作も攻撃と手で掴む、ボールを掴む、そしてこれバントなんですけど、バントをする、あとジャンプ、基本的にはキャラクター全部これ、あと必殺技もあるんですが、キャラクターによって効果が違うというところです。はい。で、上の方が体力で、その下が青ゲージが溜まれば必殺技ができる。で、今8って書いてあるのはこの弾の速度ですね。これがどんどん速くなっていくんですよ、攻撃をすることによって。これがめっちゃ面白くなっていきます。例えば打っていきましょう、9ですね。で、この赤ボールっていうのは自分が今赤いチームなので赤ボールになってます。はい。で、これを当てれば敵が食らう。で、これを跳ね返せば色が変わるので、これは弾に当たっても全然、自分の色のボールなので当たりません。でも他の色のボールだったら当たってダメージを食らいますっていうところですね。ではこれでサクサクやっていきましょう。で、どんどん速度が上がっていきます。25、26、27、28、29で、こういう感じで方向で向きとかも変えれますんで、で空中で当てたりとか。71、ここら辺まだね目に追えるんですけど、ここからヒット何だったっけ、ヒットフリーズだったっけ、このちょっとフリーズする感じ、ヒットストップか、ヒットストップ、これがめっちゃ気持ちいいんですよ。276で、これ跳ね返したらさらに364、440、450、どんどん速くなっていく、これが超気持ちいい。あ、取れない。500、600、662で、じゃあ一つは見ていきましょうか、このキャラの。あ、ちょっと待って、弾が速いわ。730で、今青ゲージ溜まってるんですけど、基本的には普通に使えるんですけど、このキャラは必殺技にちょっと特徴があって、ジャンプ中じゃないと必殺技が発動しません。ではやっていきましょう。これが必殺技です。これをすると、まあ、縦横無尽にボールが駆け巡るっていう必殺技ですね。はい、800で、これが自分がやってるから今楽なんですけど、相手もやってくるからボールがすごく変則的で、でさらに4人とかの戦いになるともうめちゃくちゃになってしまうんで、反射神経とかがすごく問われるゲームかなと思います。それでは実際に対戦したところを見ていきましょう。はい、ランキングマッチに来ました。ランキングマッチは基本ワンオンワンです。でもこれなかなかね、プレイヤーが来ないっていう、あ、来た、来た、よろしくお願いします。あ、可愛いよね、このキャラも。結構ほら、個性豊かなキャラクター。スマブラの64ぐらいの時のクオリティっていうか、感じだよね。で、これ、隠しキャラもいるんですよ、3体。で、これはストーリーモードとかで多分出ていくと思うんですけども、めっちゃ面白いですね。で、このキャラもいろいろ必殺とか全部違います。はい。で、ランクマッチは体力制の、残機、ストック制ですね。ストックが5ありますので、先に5機なくした方が負けというゲームになっております。それではやっていきましょう。はい、私のランクは1500でしたね。で、これ、このゲームの基本というか戦略性なんですけど、基本的に弾を支配してた方が強いんで、これが
これはもう無理なんだよな。400キロ出たら取れないんだよな。なんで基本的にこの遅い時でも支配しておく方が強いかなと思います。やばい、取れ、あー無理。やばい、2機減ってる。まあでも全然逆転できるんですよね、このゲーム。面白いことに一撃スピードが上がれば体力がすごく減っちゃうんで。やばいやばい、うまいなこの人。いやーうまい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 な、全然勝てん。やばいやばい、うまい。あー取れなかった。回避、よしよし、やっと食らわした。4対2、うぷす。うまいな、バントとかもうまく使ってますね。やばい、これちょっと、あーこれが早い、急に速くなる。なあ取ったと思ったのに。バントうまく使おう、投げるのうまいな。やばい、こっからも取れない。これずるいよな、これうまいな。ということでボッコボコにされました。ちょっともう一回、もう一回出して、もう一回出して、もう一回出して。はい、ということで違う人なんですけど、また同じキャラ。このキャラ強いんだろうね、この女の子。必殺技は強いよね、あの空中に浮くやつあれずるいわ。あーこれ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 、この必殺技強いわ。返すの、それそれ返せるの。ちょっと待って、強いんだが。ミュージック、支配するよ、支配するよ、支配していくよ、ボールを。基本青がいい。あ捕まれた。どうするどうする。あーこれやばい、当たった、死ぬ。強いなこのキャラ。あいだ、当たってしまった。合わせれない、合わせれない、無理無理。あーやばい、いた、速くなる。あー取れない、オーバーキル。なんかちょっと悔しいんですけど。いっ、やった謎しに支配していく。あやばい、支配していく、支配していきたい。よし、これもらったでしょ。オッケー、ナイス。あと一機、追いつけ追いつけ。やばいやばい、あそっち上げてダメ。だから壁に向かって自分で攻撃するのが一番強いような気がするんだけど。オッケー、あ取られる取られる取られる。オッケー、あーやばい、バントさん、よしオッケー、返した、死ね。よっしゃ、同点じゃ。ちょっと体力やばいけど、このね、逆転ができしやすいっていうのも面白いところですよね。あやばい、あぶね、返した。オッケー、さらにさらに、あやばい、取られた。よーし、いいよいいよいいよ、もういっちょ、あーもうここは無理かもしれない。いやー早い。でも相手の体力ももうやばいから返したい。あーちょっと、よーしいいよ、これで死んだんじゃない。オッケー、いや返すのねそれ、返しちゃうのねそれ、無理ー。ということでかっこ悪いところしか見せれませんでしたが、まあこんな感じでめちゃめちゃ面白いです。さらに4人でやってね、友達同士とかやっても面白いんですが、これ今そのなんていうんですか、オンラインもあんまり人がいなくて、これ25日に出たんですけど4人がなかなかできなくて、はい。なんでぜひね皆さんこれを遊んで、値段もそんなに高くないんですよ、2000円ぐらいだったんで、もうこれを見てあ面白いなと思ったらぜひぜひ一緒にプレイしていただけたらなと思います。また4人の動画もね撮りたいので、よければ皆さんと一緒に遊びたいなと思います。ということで今回はリーサルリーグブリーズでした。また違うキャラとかも使ったりとか、ライブ配信とかもやるので、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押してもらえたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。